昭和歌謡オンパレードボリューム2ということで、はい、前回大好評いただいたということでね、無事第2回目を迎えることができました、本日はですね3組の方々が、演奏していただくので、皆さんゆったりとね今日は楽しんでいていただきたいなと思います。そして、こちら店のですねカメラでですね YouTube の生配信をしております。あの真ん中の上ですね。はい、そうなんですよ。ステージ映しておりますので、はい、まだ始まったばかりのイベントですので、ぜひ皆さんお友達に、ね、宣伝していただければなと思います。インターネットで YouTube アルマジオと検索していただければ、はい、出てくると思いますので、ぜひ宣伝していただければなと思います。さあ、そしてですね、ちょっと先にちょっとインフォメーションしておかなきゃいけないことがありまして、本日2組目にですね、紫ずきんちゃんが登場するんですけれども、そこにですね、今、一緒のところに立ってらっしゃいますチーフが参加していらっしゃいますので、その間ですね、ちょっと料理の方がストップしてしまいますので、もしご注文される方はですね、早めか、もしくは、紫ずきんちゃんの演奏の後に、注文していただければなというふうに思います。ご協力お願いします。さあ、それではもう8時も回りましたので始めていきましょうか。トップバッターですね、日日草のお二人でございます。よろしくお願いいたします。誕生日が同じ7月30日ということが判明しまして、その日が、花言葉ですかね、ポッポポッポ日日草は咲いて、周りの人たちを楽しませるというそういう風なユニットになればいいなと思います。はい、前回はですね真ん中の席で皆さんの歌を楽しませていただきましたが、今日はどういうわけかこんなことになりました。お付き合いください。はい、では昭和歌謡ということですので、真っ赤な太陽から。
恋のバカンス。Thank you.
これもいきますね。五番街の前に行きます。定規太陽がくれた季節
着ていこうかと、あの老人ホームに19年勤めてて、今ちょっと無職になったもんですから、非番になりすぎちゃいました。で、あの赤いワンピースとかもいろいろ今日は昼からもうこう変えてみたんですけど、結局これになったというか、ちょっと太っちゃいまして、あのワンピースが入りませんでしたありがとうございます。余分なことでしたが、はい、では最後の曲になりました。これもあの老人ホームでもう何十回も歌わせていただきました。では、鉄板です。瀬戸の花嫁です。これはね、老人ホームでね、あの私あのなんか時間結構あもうしてあの私鳥取県出身なんです。それで18でこっち出てきたんですけれども、あの14歳の中学校2年生の時に NHK のど自慢が鳥取県の山奥に来まして、それで180人ぐらい あの予選に通過いたしまして、それであのその時にあの誰が来た、三河健一とかいろいろ来たんですけれども、その時に私この瀬戸の花嫁ですよ、なまってしまいました。瀬戸の花嫁を歌いましたら、あの、25人の中に入りまして、それであの本番あの村中の人たちが来てくれまして、あの鐘は2個になったという、そういう何年前でしょうね、50年以上前です、40何年前失礼いたしました。はい、では瀬戸の花嫁をしっとりと最後に歌わせていただきます。よろしくお願いします。Thank you.